ちの中が見れない。いやいいニューロミッションだな。やるなら全然いい。あっ、アイセン、ありがとうございました。おめでとう。はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。第3回レッドリーグ開催のお知らせ。今回はですね、スポンサー様のご協力をいただきまして、第3回レッドリーグ開催が決定をいたしましたので、こちらのね、概要などなどを説明していければいいかなと思っております。興味のある方だけご覧ください。レッドリーグっていう大会はですね、非公式大会になっているんですが、スポンサー様のご協力を、いただいておりまして、まあ、いろいろ商品とかね、まあ、出させていただいている遊戯王マスターデュエルの大会でございます。はい、こちらの第3回が決定をいたしました。詳細を説明していきましょう。開催日時9月の17日日曜日、予選15時から、決勝は21時からとなっております。で、リミットレギュレーションなんですが、今回はレアリティスーパーレアのみ禁止という特殊レギュレーションで活かしていただこうと思っております。URRN のみの、デッキを使用してデュエルをしていただくという形ですね。ちょっとね、今までのね、レジェンドアンソロジーという、まあ、特殊レギュレーションではなくなっているんですが、ご了承いただければなと思います。ちょっとこれはね、いろいろ事情がありまして、リミットが分かりにくいとかね、デッキレシピチェックがしにくいとかいろいろあるんですけども、まあ、今回はレアリティスピードロードじゃない、間違えた、スーパーレアのみ禁止の大会ということでご認識をお願いいたします。で、定員なんですが、128名定員となってまして、一般参加枠は、124名で、招待選手枠が4名あるんで、まあ、実質124名定員みたいなところがありますね。はい、で、参加方法と参加条件なんですが、トラメルという、サイトありまして、これでエントリーをしていただくことになります。なのでトラメルアカウントを作ってください。で、運営公式 X があるんですが、こちらフォローしていただくこと、そして、X のアカウントを所持していることで、入賞インタビューを受けられること、X の鍵アカウントが鍵アカウントじゃないこと、 Discord の DM 機能を開放していることという感じですね。まあ、ちょっといろいろあるんですけども、まあ、そのデッキ作ってエントリーしていただければ、まあ、基本的には大丈夫です。はい、そして今回もね、たくさんの、ご協賛をいただいておりまして、スポンサー様および、商品の解説をしていきましょう。結構たくさんまたあるんですけども、レフトコンピューター様から、BTO パソコン割引券5万円分というところが優勝者に贈られますと。で、さらに、1位から3位の方に今回、シークレットラブさんから、マウスパッドが送りられると。で、特別審査員賞にも、マウスパッドを送られるよというところですね。それから、コンプ様から、おすすめフード、一種を、9位から16位の方にお送りするよという形。それからハイスコアクラブ様よりおすすめサプリメントが、5位から8位の方に送られるよというところと、あとプルスマッシュ、様、今回新規のスポンサー様なんですけども、オリジナルグッズが1位から3位プラス特別審査員賞として、送られると。この辺の詳細はね、ちょっとまた、別途公式 X より、発表させていただければなというふうに思っております。お楽しみにしていただければなと思います。続きまして、デッキレシピ提出方法の解説なんですけれども、エントリーをね、していただくときに、デッキレシピを提出していただく必要がありますよと、いうところで、ここの画像アップロードっていうところですね、ここからエントリーをしていただくことになるんですけども、まあ、とりあえずね、最初はね、まだわからない、そのデッキレシピは編集するかもしれないじゃないですか。なんで、まあ、適当な画像アップロードして、仮で提出していただくのは可能です。はい、ただし、この、エントリー期間の締め切り、この9月の16日の12時まで、ここの時間までには、画像のアップロードが完了している、デッキレシピが完了しているように、してくださいというところですね。で、デッキレシピの提出なんですが、必ずこのマスターディール内におけるレアリティ表示のあるこのデッキレシピ、これをスクショしてください。はい、これちなみにここの右上のボタンでいろいろ変えられますしですね、なんか何もレアリティ表示がない画面とかにもできるんですよ。これ提出されちゃうとレアリティが分かんなくてデッキレシピチェックするときに困っちゃうんですよね。なので
ここ必ずこのレアリティ表示があるこの画面、これをスクショしてください。でスクショ方法はですね、いろいろその Windows とか Mac によって違うんですけど、 Windows であれば Windows ボタンプラスシフトプラス4とかでスクショ取れるんですけども、まあ、この辺はちょっとご自分の使ってる端末で確認していただいてスクショってください。でスマホ版の方はね、でもね1枚になんないんですよね。なんでちょっと頑張って加工していただいて1枚にしてください。1枚に1枚でしか提出できないので、ドナメルはなので1枚にして、デッキレシピを提出していただくと、これを遵守していただければと思いますので、ちょっと大変お手数なんですがよろしくお願いいたします。次にですね、大会始まるときにね、チェックインっていうのがあるんですけども、チェックインの方法一応解説しておきます。これ前回ちょっと分かりにくいっていうのがあったのでね、チェックインっていうのはこのトナメルの、このね、ここです。これです。チェックイン、今今回ズミになっちゃってるんですけども、あのテストの大会なんで、これ、チェックインするみたいなボタンが多分ねこう出てくるんですよ。なので、大会始まる、期間、これチェックイン期間があるんで、ここの期間内に、チェックインっていうボタンを押して、でここで僕はこの大会に出ますという意思表示、最終意思表示、これをしてください。これをしないとあの大会キャンセルになっちゃうので、ここだけちょっとぜひお願いいたします。そして参加条件にもあるんですけれども、公式 X からですね、まあ、たくさんの情報が今後もね発信されると、思いますので、公式 X のフォローをぜひよろしくお願いいたします。こちら概要欄にですね、トナメルおよび公式 X および公式 Discord、 こちらのリンクをね全て貼っておきますので、まあ、そちらから、リンク踏んでいただいて、まあ、フォローおよびご参加お願いいたします。それからですね、レッドリーグの、公式ディスコードにて、参加していただくと、あの、ね、質問のフォーラムがあるんですよ。これあの概要欄にリンク貼ってあるんですけども、ここから参加していただくと、この運営への質問、要望みたいな、あのこのフォーラムがあるんで、何かね質問がある場合はこの公式ディスコード、レッドリーグ大会本部という公式ディスコードから入っていただいて、運営への質問、ここから質問をしていただければ、運営から回答がありますので、ぜひ、ね、そちらから何か不明点などあれば、ご質問を、はい、よろしくお願いします。たくさんのデュエリストの方のご参加をお待ちしております。ぜひ、お暇な方は、概要欄からエントリーをよろしくお願いいたします。それでは大会でお会いしましょう。あ、ちなみにあの予選も決勝も私のチャンネルで配信させていただきますので、お願いいたします。デュエルスタンバイ。